韓国のユン・ソンニョル大統領が明日来日するのを前に、チョルラプクトコチャン郡の議員団が宇陀市を訪れ、農業政策などの共通の課題について意見交換を行いました。コチャン郡は韓国南西部に位置し、ラズベリーの一種であるポップン茶やスイカなどが名産品で、学校給食で有機栽培米を使うなど有機農業を推進しています。今回の視察は宇陀市が去年日本で初めてとなる有機農業の生産から販売消費までの一貫した取り組みオーガニックビレッジを宣言したことがきっかけとなりました。議員らは今日葉物野菜を有機無農薬で栽培し研修の受け入れなどを行っている山口農園を訪れました。議員らは作業の効率化や農産品の流通経路などについて話を聞いた後、農園で作られたオーガニック野菜のペーストなどを手に取っていました。またビニールハウスを回りオリジナルの堆肥について説明を受けていました。日本は정말国民を생각하는 친환경 농업을 한다는데 다시 한번 새롭게 느꼈다는 국민이 안심하고 먹을 수 있는 농산물을 생산하는 데 최선을 다하겠다 이렇게 생각합니다. そして金剛市長を表敬訪問し、観光や農業政策といった共通の課題について意見交換を行いました。お互いに交流できる関係をぜひね、今日はいい機会なので作っていけたらなと思います。